イバブヤーもなくてよかった。みんな成功、みんな大満足だとは思うんだけど、でも罰ゲームもなくていいもんね。最高、今日ね、今日会議したし、初めて会議したし、よくだ。でもね、前の終わりか、うん、ちょっと偉い人から頼まれてるプレゼントもあって、何、ちょっとこんなプレゼントもあるんだよ、聞いて聞いて。何、クリスマスのセリフをプレゼント。なんや、どういうこと、なんかみんなって声を使ったお仕事をしているんでしょ。うん、まあそう言われております、うん、だから番組を見てくれているみんなに声のプレゼントをあげようよ。声のプレゼント、うん、プレゼントだよ。にセリフが入っているプレゼントだよ。聞いてボックスにセリフが入っているから、やった、うん、聞いて書かれてあることをそのまま言ってね。初めて罰ゲームクリアしたのにさ、せっかくミクさんが初めて会議から来たの、初めて会議から、初めてなんです。でも黒服の人が用意してくれたからさ、しょうがないわね。ちなみに、うん、事前にそれぞれにも言ってほしいセリフを書いてもらったから、それも入ってるよ。そうです、ね、みんな書いたよね。そういえば書きましたわ。ちなみに黒沢さんもなんか書いてたよ。黒沢さんはどこやらないんですか。黒沢さん、黒沢さんはやらないみたい。黒沢さんは書いたんでしょ。黒沢さんは書いたんでしょ。黒沢さんは黒沢さんはみんなのために今荷物を置きに行っている。いやいや、どこまで行ったの。どこまで行ったの。じゃあ順番に行ってみよう。強めで来たよ。どうします、誰から行きます。順番やだ、最後は嫌ですよ。最後は嫌、順番がじゃんけん負けた人から、うん、最初はグーじゃんけん、はい、行くぞ。いやー、負けた人から、イエーイ、トップバッター、はい、負けた人から。あー、お、出ました、じゃん。あ、やだ、これはすごい、さすが、おめでとうございます。一番やばいやつ引いた、おめでとうございます。それでいきます。はい、私からあなたにクリスマスプレゼントからの全力の一発ギャグ、これは見たい、ここにいない黒沢さんが書いたものです。黒沢さんが書きました。罪な女、人ごとだと思って、黒沢さんが書いたんだね。じゃあ、あゆみさん、お願いします。一発ギャグ、え、頑張る。私からあなたにクリスマスプレゼント、見ててね。これをこうするでしょ、一般人。わあ、あゆみさん、ありがとう。ようやった。黒服もオールスタンディング、黒服オールスタンディングオベーション。いや、一発ギャグは座ってる、全員座ってる、結構座ってたわ。当たった、キーキーかしたかったね。言われてる、立たない人もいるけど、一年も立たない人、一年も立たない人、これはね、ようやった、どうぞ。腰重すぎやろ。はい、じゃあ続きまして、もうこれないから、もうそうね、一発ギャグもうあゆみさんが聞いてくださったんで、それがないから大丈夫。もうみんなの可愛いのが待ってる。可愛いじゃあどうします、じゃんけんでいきましょうか。負けた方から、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。一番最後、足が残るのも嫌なんだけど。じゃあじゃんけんして、じゃんけんぽい。じゃあ豊田さん、豊田さんからちょっと今面白かった。なんかね、勝ったのに嬉しくないって言いました。待って、やだ、ダメです、ね、やだ、頑張って、開いてください、頑張って、やだ、頑張って。何、自分で書く、自分で書くってやつ。どうして人が読むだろう。マジか、なんか雑に書いてるやつ。なんですけど、これ自分で書いたのも自分でやらないといけないんですか。当たり前です。こっち見ないでください、ミシェル見てください。当たり前です。ミシェル、これ私がやらないとダメ。当たり前です。カノンさん頑張って、カノンさん頑張って。じゃあいきます。クリチュマチュ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 。これが正解だ
ったってことですね。めっちゃ可愛い。なんなら自分がやるのを予想して出たんじゃないかとしてへんわ。言うぐらい素晴らしかったね。これは海外とかに言わせたかったんや。海外に言わせたかったんや。はい、じゃあ続きましていいじゃないの、ちょっと。でも、あとね、ちょっとしか入ってないんですか。お願いします。はい、何が出るかなってこれ誰ですか。私、あいうえお作文誰ですか。私が書きました。何ですか。ミックだ、よかった、嬉しい。ちょっと、はい、じゃあミックさん頑張って、最後頑張って、お願いします。あいうえお作文するよくくだらないこともり理解し合える、す素敵な関係だよねま、マジです、好き。あー、かわいい。かわいい。最後まで思ってる。顔がおめでとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあ最後、アイアイさんに飾っていただきましょう。やばいやばい、プレゼントもらっちゃったな。鳥ですよ。やばい。ありがとうございます。なんか暑いさん、暑いね。よかったね。やっていきますよ。え、もうなんで落ちなん。アイバさん、買ってしまったね。どうですか、何を引きましたか。閉じないでください。閉じないでください。はい、うん、クリスマス何してるの。はい、私が書きました。王道ですね。王道の可愛いやつ。王道です、王道。じゃあ覚悟を決めて、覚悟を決めて、相葉さんお願いします。クリスマス何してるの。何もないんだったら私に君のクリスマスちょうだい。いやいや、メリークリスマス。メリークリスマス。私たちにクリスマスが来ました。可愛いじゃん。ミシェル、ミシェルじゃん。ミシェル、ミシェル来た。あれ、ミシェル、ミシェルやっていいんだよ。ありがとうね。ミシェル、ミシェルは商店街にも呼ばれてるから、うん、ここで帰るね。忙しい。忙しい。夜なのに濃いにクリスマスを過ごしてね。以上、ハロハピックアップでした。バイバイ。ミックバンドパーティーハロハピサークル放送局、そろそろエンディングのお時間です。どうやった、どうしてたの、タイミング。みんなの荷物を置きに行ってた。どこまで行ってた。何が何が、相当遠かったよ。相当遠かった。めっちゃ伸びる。ちょっと広いんだよ。あ、そうなの。じゃあこれナチュラルに被るよ。ミシェルがいろいろやってくれたんだよ。あ、なんかさっきそこであったよ。あ、やった。そこで、それ違った。なんか大人の人に囲まれてた。誰だろう。車さんと黒くかな。確かに黒くないんだよ。ないない。